皆さんこんにちは、教育百科店ヤンと申します。ただいま皆さんの塾ではですね、夏期講習の体験生がたくさん集まっているのではないのかなと思います。その中においてやるべきこととやらないことっていうのを明白にしておかないと入塾生をたくさん確保できませんよっていう話をしていきたいのかなというふうに思います。今日何割ぐらい目指しましょうみたいな話があるんですけど、これね、抱えてる生徒数がどれぐらいかによって率ってのは変わってきてしまいます。例えば3人で回してるのに体験生が10人しかいませんっていうんだったら、それは10人全員取りに行くような姿勢を取った方がいいですよ。これは10人に対して3人いれば丁寧に10人とも時間かけられるから入塾率 100% 目指しましょうって話なんだけど、3人しかいないのに体験生100人いる場合、これ100取りに行こうってのは無理なんですよ。そうすると100のうちどれぐらいをちゃんと取ってどれぐらい取らないかっていうのをちゃんと取捨選択しなきゃいけないんですね。体感的に塾によって違うし、校舎の責任者によって違うし、教室によっても違うし、あくまで体感値ですけど、50人以上体験生が来ているようなところってのは7割に入塾、3割が入塾しないっていう形になるのが、まあ一般的なんじゃないかなと思うんですね。まあこれちょっと僕の体感値ですよ。で、入塾する子たちが6割になっちゃう、5割になっちゃう、4割になっちゃう教室、何やってるかっていうと、これサービスが悪いっていう問題もあるんですが、あまりにも入塾しない子たちに対して時間をかけすぎているっていうケースってものすごく多いんですね。だからそれを判別しないといけなくて、入塾意思が高い、中くらい、低いですね。中くらいまでで7割ぐらいいますから、このゾーンをしっかり時間かけ取りに行く。残りの3割は時間の都合上無理だから、そこまでしっかりと入塾を追うのは実はやめた方がいいっていう側面もあります。しっかり入塾が取れそうな生徒に対してしっかり最後のサービスのアピールをしていくっていうのが大事ですね。で、これどうやって判別していくかっていうと、入塾意思が高いっていうのはどういう状態かっていうと、親も子供も塾に入る気でいる。中くらいってのは親か子供のどっちかが入塾する気でいる。入塾しないってのは子供も親もどっちも入塾する気がない状態のことを指します。なのでどっちか片方以上が入塾のやる気があるっていう生徒は、大体生徒数50人ぐらいいれば7割ぐらいはいるはずなんで、ここの7割をきちんと取るために残りの3割は言い方悪いんだけど捨てるという覚悟が必要なんですね。これをやらないと全部取ろうぜっていうと、この7割のかける時間が薄まっちゃうんで、この7割から取りこぼしがポロ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 出ます。結果的に6割と5割になっちゃいますから、この7割をきちんと取りに行きましょうという考え方です。あ、もちろんですよ、さっきも言いましたけど、体験生が10人しかいません、15人しかいませんっていうんだったら話が変わってきますからね。これは全部取りに行きましょうっていう話になるんだけど、50、60、70、80、90、100いるみたいな校舎の場合は、まあ7割ぐらいを目安にしてやっていくのがいいのかなっていうふうに思っています。いつも話している仕事は取捨選択をして本当に大事なものだけやって、いらない仕事ってのは捨てましょう、よく言ってますね。その考え方と同じ、それの割合がちょっと違うだけですね。仕事論に関しては本当に大事な1割か2割だけやりましょう。だけど入塾を狙う体験生は、まあ人数が多い場合は7割ぐらいが相場かなと思うんで、この辺りまでは頑張りましょうという感じですね。もちろん人数が少なければかける時間が投下できるんで、その場合は 100% を目指しましょうという感じになります。はい、では頑張ってやってみてください。参考になりました方、高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。オフショットなんですけども、これね、人数が多くなるとどんなに教室のメンバーが素晴らしくても体験生の人数が多くなると間違いなく入塾率ってのは下がります。人を増やしてもところで入塾しない生徒を入塾に変えられるような超高クオリティの高い先生が増えるわけじゃないし、そもそも人数を増やしたところで時間は掛け算で上がっていくけど、青天井じゃなくてあくまでも有限だからね、時間っていうのは。なので体験生が多くなればなるほど基本的に率ってのは良くならないんですよ。これは僕の体験からもちょっと言えることなんですけど、冬季講習って大体体感なんですけど夏季講習の半分ぐらいしか来ないんですよ、体験生って。例えば夏季講習100来ましたみたいな講習は冬季講習は50なんですよ。夏季講習70でしたって感じだと冬季講習は35なんですよ。大体これのイメージなんですね。で、僕実際やった講習が夏季講習で80来たんです。冬季講習で40ぐらいだったんですよね。やっぱり半分ぐらいなんですよ、大体で。じゃあ同じメンバーでやってます、
率って同じになりますかっていうと、ならないんですよ。僕は80の時は入塾率は70ぐらいだった気がする。70から 75% ぐらいの間だったかなって感じがします。3年生は全員確実に入塾ほぼって感じでした。で会社の平均値よりかはプラス、15% から 20% ぐらいあったんで全然問題ない数字だったんですけど、じゃあ冬季講習の35話ってなると今度は話が変わってきます。メンバーは一切変わってないのに人数が減ってるから一人にかけられる時間が増えるんで、そうすると入塾してくれる可能性の高くなる生徒っているんですよ。要するに入塾しない人たちが3割固定でいるんだけど、その中から入塾する方に入れることができるんだよね。これを時間が余るからできるんですよ。そうした結果だから入塾で言うと9割弱ぐらいまで行ったんですよ。やってることは変わらなくてメンバーも全く同じなんだけど、人数が大きいか小さいかによって入塾してくる率ってのは変化します。もちろん塾によっていろいろあると思いますよ。あると思うんだけど、でも理論上はかけられる時間が減るから、増えるとね薄まっちゃうから、まあ継続入塾してくれなくなる生徒ってのは増えるってのは、まあ、必然なのかなと思うんだけど、特にこの夏季講習においては人数がバンと増える時期なんで、10人20人30人ぐらいまでの校舎はもちろん100% を狙っていくっていう姿勢を取った方がいい。でも一人でやってるんだったらまた話が変わってくる。まあ難しいですよ。どれぐらいの人数に対してどれぐらいの社員がいれば 70% 狙えるのか 100% 狙えるのかっていう線引きが難しいんだけど、少なければ 100% を狙っていく。まあ50超えてれば7割ぐらいかな。100超えてくると本当に結構大変だよって感じで、僕はいいんじゃないかなと思うんで、とにかく言いたかったのはその率の問題とか数の問題とかじゃなくて、親も子供もやる気がないところに有限な時間を割くのをやめよう。有限な時間はきちんと親も子供もやる気のあるところにまず割く。そして親か子供が入塾、どっちかが入塾の方向で検討してる、でもどっちかは反対してるみたいなところに対してしっかり時間を投下していく。有限の時間をねってやると、こっちはどうしても見なくなっちゃいますよね。っていうやり方でいいんですよ。我々がやったらビジネスですし、塾ってやる気がある子が入ってくるべきところです、どちらかというと。なのでそういう種類分けをして臨んでほしいのかな、取捨選択をしてほしいのかなっていうふうに思っています。あくまでも言いたかったことは、何人いたら何パー入塾させましょうのところじゃなくて、人数が多い場合にはどうしても取捨選択しなきゃいけませんよってところですから、その捨てるという勇気を持ちましょうってところが一番言いたいところなんで、いやいや100人いても 100% 目指すよみたいな、そういうことではないから、ご理解の方だけお願いできればなと思ってます。はい、ではおしまいにしましょう。お疲れ様でした。ありがとうございました。